稲盛財団理事長の稲盛でございます。こうして皆様にご挨拶できますことを大変嬉しく思っております。さて、この度オックスフォード大学と私ども稲盛財団は毎年ここイギリスオックスフォードの地に京都賞受賞者を迎え、その英知に直接触れることのできるイベント京都プライズアットオックスフォードを開催することになりました。この素晴らしい企画実現のためにご尽力をいただきました総長様をはじめとするオックスフォード大学の関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。稲盛財団は人のため世のために役立つことをなすことが人間として最高の行為であるという私の人生観、すなわち利他の心を実践し、科学文明と精神科学のバランスの良い発展に寄与し、人類の幸福に貢献することを目指して1984年に設立をいたしました。中でも人類の科学文明の発展、また精神的な進化向上の面に著しく貢献した人々を顕彰する国際賞京都賞は、その審査の公正さと素晴らしい歴代受賞者の顔ぶれから世界中の専門家より高い評価をいただいてまいりました。この京都賞は科学技術の応用面での貢献に光を当てた先端技術部門、自然現象の解明や理論的探究に光を当てた基礎科学部門とともに、人間の精神活動や美的創造に光を当てた思想芸術部門の3部門で検証を行っております。自然科学と並んで思想芸術の部門を設けているのは、現代の科学の発展に比べ人類の精神面における進化が大きく遅れていると考えるからであります。世界中で戦争やテロが発生し、規範だなるべく政治家や官僚、企業のトップでさえも不祥事を繰り返しております。このようにモラルが荒廃した中で、高度に発達した科学技術は正しく運用されるうるのか、現代の社会に警鐘を鳴らす意味でも人間の精神活動を検証する部門を設けたいと考えました。今ではこの部門を設けていることが京都賞の大きな特色と言われております。京都賞の授賞式は毎年11月日本の京都で開催されます。合わせて受賞者が自らを語る記念講演会、専門家によるワークショップの開催など、市民や学生の皆さんに受賞者に直接触れていただく機会を設けております。京都プライズアットオックスフォードでは、京都と同様ご参加の皆様に受賞者の卓越した業績や深遠な知識、そして素晴らしい人間性を実感いただけるよう、さまざまな企画が準備されております。これはオックスフォード大学の皆様に京都賞の理念や私どもの思いをご理解いただけただけではなく、お互いの価値観をも共有できたからこそ実現できたことと私は考えております。国も民族も宗教も超え、人類社会の幸せを願う気持ちがまさしく一つになりましたことに心から感動いたしております。稲盛財団ではこれまで日本と米国において毎年イベントを開催してまいりました。しかしヨーロッパでは定期的な活動を行っておらず、京都賞に対する認知は未だ十分ではありません。ぜひこの京都プライズアットオックスフォードを通じて、イギリスだけではなくヨーロッパ各国の皆様にも京都賞への理解を深めていただきたいと願っております。またここブラバトニック公共政策大学院は、世界のさまざまな国において新しい時代を切り開くリーダーが育まれる場所と伺っております。高邁な理想に燃える多くの学生がこの地で学び、人類の幸福に貢献する時代のリーダーとして世界に羽ばたかれますことを期待をいたしております。